それでは皆様よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ご分を、ご分を。やるか。見にいっか、これ。はい。ちこれ危険な匂いすんな。モンジュールがいるわ。危険な匂いがするわ。あ、3つだな。はい、この3つの時の動きを見よう。はい、みんな行く。はい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 。いや、これは悪いっすね。ダブルキルっすね。僕も犯人が2人分かっちゃいました。あの、左下のローワンエンジンのところで、コミチンさんが1人で作業してたんで、1回通り過ぎて、僕、戻ったんすよ。そしたら、コミチンさんの死体の隣にカズさん、ボンさんが2人でいました。あ、もう、これ確定ですよ。この技術はエレクトリカル2人なんで。で、もし僕が、人狼だった場合は、2人名前挙げる必要がないので、そうですね、メリットがないんで、はい、多分カズさんボンさんで間違いないと思うんですが、はい、カズさんボンさんいかがでしょう。人狼が2人挙げるメリットがないっていうのは、そもそもだからローラーをあれした時にカズさんボンさんっていう2人の敵をあえて作ってする必要がないかなと思うんですけど、はい、ね、うんうん、そのリスクがあるじゃないですか。その分だってもしボンさんが違うとこにいたりとか、ドズルは死体の上にいないパターンの時に、その例えばボンさんがバグニーさんと一緒いて、今の証言嘘だよって言われるリスクが高まるので、僕にとって嘘はつかないと。そうですね、はい、リスク発言になっちゃうと思います。2人の前出すの、はい、一緒にはいたんですけど、一緒にいたんだけど、え、死体の横にいたってことですよね。死体の横まではいない。そんな、そんな、かなり近い位置だったそんなに近くはない。じゃあ、なんでレポートを押さなかったんですか、カズさんとボンさん。カズさんとボンさんはぴったりくっついてて、コミチンさんの死体が絶対レポート出てる位置です。赤いものに興奮しやすいんやね、位置は。絶対、うん、いやいやいや、わかんない。さすがにそれは暴論でしょ。じゃあ、ボンさん的には誰が、ボンさん的には誰なんですか。僕的にはドズルさんでしょ、それは。ドズルさんともう一人は誰じゃ。僕は結構下から離れてた、ドズさんかカズさん。結構下から離れてたところで、レポートをする距離じゃなかったから、僕が今どうやってコミチンさんのとこまで行ってキル取るんですか。知らんわ、そんな。だって今僕、オンリーとオラフ君とすれ違ってすぐレポートしましたよね。そうですね。はい。絶対すぐだった。そんなすぐだった。殺すの一瞬よ、すぐすぐ。ドズさんが人狼だったら、カズさん、ボンさん言ってしまって、自分つられたら人狼だった。でもそれはさ、あまりにも上手すぎ。ちょっと今一つ、今10秒しかないで言い訳させて。ただこれで今2人決まってしまったらさ、もうどっちか釣ればいいと思うけど、どっちか釣ってしまったらそのあと1人どういう気持ちで待ってればいいっていう。本当にどういう気持ちで待ってればいいと思う、これ。おかしい、知らんって。ちょっと騙されんなって。40秒だけ待ってみようよ。あがけあがけ。カズさんが、カズさんが自ら さっき 100% ミュートだったの。そう。え、さっき 100% ミュートやったの。 100% ミュートでした、カズさん。え、めっちゃ喋ってたよ。そうやろ。マジかよ、喋ってなかったんか。まあ、一応僕が最初に喋りたいとこを最初に喋ると、もし僕が嘘ついてて人狼だったパターンをみんなの中で考えた上で、僕釣った後にカズさんでもいいかもしれないですけどね。なるほど、なるほど、なるほど。一応ただ僕目線だともうボンさんカズさんで間違いないので、はいはいはい、まあ、早かれ、はい、うちはさっきそれに対して激しく反論しててさ。お願いします。激しく反論してたよ、さっき。お願いします。ここで、はい、だってこんな最初でカズボンが確定してたらさ、今、はい、ボンさん釣ったでしょ、あなた。釣ったでしょ、ボンさんをみんなの前で釣って、はい、その今のさ、その30秒40秒間、オラは何、もしオラが人狼やったら何をしてればいい時間なの、これ今。もう釣られるだけでしょ、うち。はい、そうですね、ちょっと何をすればいいのよ、これ。誰も怪しまんねよ、カズ釣ればいいやろみたいな空気感でさ。そのドズルさんが2人を何したことで、
その人でもう片方もしオランが人狼やったら何すればいいのよこの30秒40秒え左側に寄せて少しでもこの動画に映る時間を稼げばいいんかって言ってるやん。何の説得力もない。何さっき激しくミュートか知らんけど言ってたんで、ん俺は何をすればいいんだ。いやうちは眠たいから眠たかったから記憶ないよ。さっきの記憶はなくてさ、皆さん視点僕を突ってからの方が安心かもしれないですけどね。ただ一つだけ言わせて、赤いもの見ると興奮するのよ。赤いもの見ると興奮しちゃってさ、興奮して記憶がなくなるよ。僕の方が安心かもしれない。まあ安定感はグニーさんオラフ君からすると、ただその間カズさんが何をすればいいのかっておっしゃってるので、それちょっとわからんもんね。そこはもう僕責任取れないです。はい、どうしますか。どうします。もう任せます任せます。いやいや、もういいんじゃないですか。僕はもうあの早めに散らせてあげた方がいいんじゃないですか。そうですね、うん、頑張ってたし。入ってる。ガブーも。ごめんよ。食い方が雑よ。セルフミュートがもうちょっと面白すぎて180秒わからんことある。怪しい。声が聞け。マグニーだけなんか戻ってきたのカフェテリアで、カフェテリアの上に俺隠れてて、そしたらマグニーがそのままパクッパクッって。いやコミチンが違うよ。あのね、あの首ひねってやってたよ。首ひねって、首が見えないでしょ。アクション見えるんですかあれって。ちょっと 3D ゲーだろこれ。人狼しか見えないでしょ。ぶっちゃけやってるじゃん、やってるじゃん。完全にやってるじゃん。いやそれはそういうのはアクションまで見えないもんだって。食ってるようしか見えないもん。やったのは見たよ。これは僕的にはもうこうなるとローラーしかないかなとは思います。なるほど。俺もいやこれコミチンさんが白だったらもう名誉のローラーがいいと思います。うわそうですね、人狼が一人釣れるんであれば、うん、確実に人狼釣れるんで両方釣ってください。もったいないよ。私がいなくなるのは非常にもったいないよ。ほらもう怪しいべ。あこれコミチンさんから言ったこと、うん、あでしょ。出た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 ローラー。マグニーさんから鳴らしてもらえるのが一番幸せ。マグニーさん押してほしいです。オッケー真ん中。はい。おでも2人入ってんだ。あーマジで。5分。いやー個人的な恨みだろうな。おら赤い悪魔め、もうタスクなんかせんぞ。タスクなんかせんでな。お次マグニーを自分で、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。名誉のローラー言っとく。今押してくれたのはかなり白いですけどね。そのまあとはいえでもローラーがいいと僕は思います。はい、いいよ。そういいよ。マグニーさん、コミチンさんでも血圧上がってましたけどね。かなりここはでも村目線だと私は白ですからね皆さん。うん、いやでも押さえときたいんですよね。二人狼は怖いんでやっぱ。私は白です。なのでローラーを押したお二人いましたね。覚えておきます。うん太郎、うん太郎こそドスルオラフがね、うん、その人たちに反抗させないようにムーブすること。 OK、 どうですかコムチンさん。いやでもマグニーさんの黒くの存在あるんで、なんならズームローラーの方がいいと思ってます。はい、うん、あオンリーも後出し、後出しローラーさんはいい。でもこれローラーは 村目線だと絶対ローラーしときたいですね。あの僕行きましたし、カフェテリアに行って、ウェポンナビゲーションの方に行った時にずっと一人だったんですよ僕。はいはいはい。
で、その時にカフェテリアキルが起こったって言うならば、僕もそのローラーをした方がどうせ水かけるようになっちゃうんで、誰も見てはなければなんですけど。いや、間違ってね。誰も見てないから。誰も見てないから。誰も見てないからね。本当に3人だったから。すいません。どうしようもない。もう釣られるとしょうがないんだけど。で、ここでね、僕を釣ってしまえば、あの人狼さん楽なんで、1人減るんで。まあ。でしょ、うん、そう、とはいえ人狼あと1ですからね、おそらく。そうですね。すいません、マグニーさん。いいよ、頑張ってください。おはようございます。ごめんは。マグニーさんに決めて。人民の勝利を願って、さよなら。誰かな、怪しいのは、完全にボンさん今止まってなかった、コリッコリに。ボンドゥール怪しいな、俺。くせえな。これボンドゥール捕らえても終わるわ。ボンドゥールやな。来た。食うよ。はーい。食うよ。見てるよ。ちょ、食うとこ見よ。食うとこを見たい。あまりにも。おわ。いけ、食え。やっぱりだ。いや、予想通りでしたね。ボンさんがドズルさんを、セキュリティでやっておりました。出ましたよ。出ましたよ。ボンちゃんのボンさん。ネットベイで3人でいたんですけど、ちょっとボンさんのあれ動きが怪しくて、で僕一回カフェテリア行くふりしたんですよ。じゃあボンさんとドズルさんがアッパーエンジンの方行って、でまあ、ちょっとこれワンタン2人にしたら匂うなって思ったんで、ちょっとフェイントして、もう一回アッパーエンジンのカフェテリアから行って、セキュリティの方でリアクターになった瞬間に、ボンさんがドズルさんやってました。違う。違うって、ちょっと待って。はい。全然違う。逆っすか？怪しいと思ってたら、はい。やって。はい。なんなら、はい、セキュリティとか言ってるけど、はい、俺はなんか最後、なんか、ビービーなったでしょ。はい、ディレクターじゃなくて酸素ですかね。酸素。俺そこに向かおうとしてたもん。はい。そしたらなんかレポート入って勝手に。そしたらメインでしょうか。4人だったら別になんか釣る必要もなんか危険があるでなんかやる必要もないような気がしてて、なんか例えば僕がボンさんにぴったりついて歩くみたいなことしてれば。かわいそうよ。もう釣ってあげようぜ、もうめボンリーさんボセるんで。まあ、そうやね。釣ってあげようぜ。なんか、どれだけタスク狙うか、どれだけ狙うのであれば、ここで釣るべきだと思うんですけど。いや、でもどっちかなんですよね。ボンリーさん、ストレージとアドミンの前で合流して、多分ボンリーさん違うとは分かってるんですけど。ボンさんとオラフ、どっち見てないですよね、僕ずっと左サイド。そうよね。だって3人で固まってたよ。いやいや、見てほしかったわ、なんなら。そうっすね。ボンさんがちょっと黒目に見えてて。ボンさんどこで、はい、僕がボンさんにぴったりくっつくって言ってもじゃありますっていう。いなるほど。ボンさんどっちがいいですか。いやいやいや、逆にそうじゃ残ったオンリーちゃん危ないよ。いや、3人で行きましょう、ボンさんに。永遠に終わらない。なんで俺に手伝う。まあいいけど、ね、そういうのいいよ。終わらんのかい。終わらんのかい、今ので。終わらしてやれよ、もう。タスク勝利あるこれ。少しやるか、ほんなら。どうせすげえ雑にキルするんでしょ、今から。見逃せんわ。雑にキルする瞬間を。やるぞ。やるぞ、これ。くちゃ。ケチャップ。めっちゃ見られてる、これ。もう手出しできんやん、こんなもん。かわいそすぎるって、さすがにこれは。さすがにかわいそすぎるって。頼むから。いや、もうこれは、確信にやる。僕とオンリーちゃん、後半ずっと。コミュニケーションなんですよ。そうですね。ロアエンジンあたりからストレージ。これさ、はい。面とじゃずっと一緒にいたじゃん。え、ボンさんって誰なんですか、オンリーちゃん。どっちかよ。え、誰ですか。ここにどっちかよ、そりゃ。いや、どっちかっていうとどっちかですか。どっちかっていうと、コラボです。この会話一体何なの、この会話は。つれつれ。第一王者、第二王者みたいなもんです。かわいそう。なるほど。ボンさん、絶対分かってるでしょ。いや、言って近寄ってもいいな、そこダメだ、近寄ってないから。近寄ってないもん。じゃあ、オラフ。え？いや、僕、ボンさんがやってるとこ僕が見たんですよ。たまたま僕がボンさんやってるとこ見たんですよ。
ボンさんがかわいそう。やったー。親父がリアクションボンさんがかわいそう。ボンさんかわいそうだった。そんなになぶり殺さないで。もう時間いっぱい使わないであげて。これはあの一種の親父狩りなのよ。もう本当にもう。みちえさんも相当悪いですからね、これ。もう個人的な恨みやでな、あれ。